皆さん、こんにちはどうぞよろしくお願いいたします。今回は、秋篠宮家に関するニュースをお届けしたいと思います。お話ししていきたいと思います。ズバリですね。フォーダム大学の学生に聞いてみたっていうですね。お話なんですけれども、要するに妖精というか、フォーダム大学に通っている人にですね、状況を聞いてみたっていう話ですね。はい、じゃあ早速歌っていきたいと思います。はい、この計算。 先月卒業しましたよね。フォーダム大学法科大学院から、ロースクールを先月終了して、7月のニューヨーク州の司法試験に向けて勉強中だということが言われていると思うんですけれども、テレビでですね、見た方もいらっしゃると思うんですが、この計算フォーダム、大学の卒業式に出てなかったっていう、情報あったじゃないですか。お城というか、出てなかったじゃないですかで、ね、アメリカの大学を卒業していたら、 変な帽子かぶってね、マントみたいなのやるの。あの映像に小室さんが出てなかったですよね。で、小室さんの同級生とされる人にインタビューしても君は来てない。見ているみたいですねっていう話で、寮にこもって勉強してんのか、日本のマスコミが怖いのかどっちなんだろうなっていう話だったと思うんですが。で、今回ですね、常々前から、寝前から、フォーダム大学の 現在の在籍してる学生にですね、私実はコンタクト取ってたんですよ。いろんな GitHub っていうツールを利用したり Twitter、Facebook、いろんなツールを利用してですね、コンタクト取ってたんですよね。で、そしたらですね、最近、ようやく、二人二人お話聞かせてくれる人が出てきたんで、ちょっとこの二人にですね、お話を聞いた話をですね、紹介します。 一人目の人はですね、ちょっと、この二人いるうちの、この一人目と二人目で、ちょっと言ってることがちょっと違うので、どっちが本当なんだろうなっていうのはあるんですけども、とりあえず、ちょっと、一人目の方から紹介しますね。結構、一人目の人は、小室さんと同級生で、小室さんが入学した2017年のタイミングで一緒に入校したと、こういう人です。 この人が言うには彼はですね、小室さんを入学した当初は見た見たと、何度か見た量でも見た。けれども、2018年の年末ぐらいからはハブは、誠姫は、一度も見てないっていう風に言ってるんですよ。で、これもねなんか面白いなと思うのは、この人は、小室さんとコースが同じなんですね。企業法向系のコースに通って、そうなんですけど一度も見てないと、クラスは、 基本的に違うコース同じなんだけど、クラス違うっていうのもあるかもしれないんですけど、もとりあえず一度も見てないそうです。だから、図書館でも見てないし、クラスでも会わないしで一度も見てないんで、彼がフィアンセであるってことは報道で知りましたっていうね。 そういう人だそうです。から、ちょっと彼の言うことを信用すると、とりあえず最初は、出てて半年ぐらいしたら出なくなったっていう話ですね。要するに、小室さんにとってはニューヨーク入学っていうのは、雲隠れしたいが、ダメのことで勉強したけど頑張った。けどニューヨーク、市のニューヨーク州の弁護士受かりませんでしたみたいなそんな感じで済ませられる話なんだっていうことになるのかも、しれないですね。で、ちょっと、 この二人目じゃあ、二人目の紹介しますけれども、二人目の人、派ですね。最初の人とは違ってまして、この人は見た後もちろん、毎回ではないけれども、一ヶ月に一回ぐらいは見ましたよっていう風には言ってました。この人もですね。小室さんとこの人は違うか、すいません。は小室さんの一年後に入校した人ですね。一年後に入校して、小野さんのことは、 ちょいちょい見かけたしクラスでも見たと、積極的に先生に対しても発言したりとか色々してましたよ。で、小室さんがニューヨークニューヨークの法律関係の学術雑誌に投稿したじゃないですかって。 あの時に添削をした人と知り合いだっていう、風に言ってましたねね。やっぱ狭いコミュニティなんでね。知り合いの知り合いの知り合いとか探せばね。割と色々いるのかも。知れないんですけれども。で、その人が言うには割と見た。1ヶ月に1回ぐらいは見たって、ことでとりあえず、は通ってたのかなというような情報ではありますね。で、そのお二人ともに言ってたのが、卒業式には出てなかったってことですね。で、 卒業式が終わってから、もう一回も会ってない。当然のこと、だけれども会ってませんということらしいですね。ハワイでちょっとね、これ面白いんですけど、この二人とも驚いてたんですけど、本当驚いてたんですけど二人ともね、小室さんは、フィアンセじゃないんですよっていう風に、僕が言ったら、とても驚いてましたね。以前と日フィアンセって、彼フィアンセじゃないの。じゃあ、 何なのって、そういう風に驚いてました。婚約内定だけどフィアンセじゃないんですよって言ったらそういう風に驚いてたんですよ。でなんで驚いたかっていうと、なんか学内でも、彼には SP がつくことがあったと、SP 警察の制服を着てないけれども、明らかに彼の身辺を警護するような形で張り付いている人がいたっていう風に言ってたんですよね。特に、 しょっちゅう見かける一ヶ月に一回は見たっていう二番目の人がそういう風に言ってましたって。この人は、ちょっと日本の外務省関係の人かそれともニューヨーク市警なのかわからないけれども、とりあえずよく行ったという風には言ってましたね。だから、もうフィアンセか、もうなんだか結婚してる人が、皇族と結婚した人が留学してたんだと思いました。 だからどうなんだろう。プリンスプリンス日本のプリンスが留学してたんだと思ってましたみたいな風に言ってたんですよね。これは、ちょっと、逆に、私の方が驚いてしまったんですけどもとりあえずですね。ニューヨークでは、割とそんな感じだったらしいです。ちょっと見てないんでね。 私自身は見てないので言えないんです。はっきりとしたことは言えないんですけれども、ニューヨークのフォーダム大学に行ってた人的にはそんな感じだったそうですね。さもあり。なんという感じですよね。はい。聴衆からのコメントは次の通りです。SP を自ら断っていらっしゃる皇族の配偶者様も見えるのに、一般人の経験親子に SP をつけている宮内庁、エイムや には呆れます。SP を外せば、身の危険は明らかですが、笑い、すべてが、疑惑ですね。奨学金の自己 PR 申請も、本当に本人が書いたものかも、疑わしい本当に、こんな母子が、皇室に関わっていいんですか政府、区内庁世界の笑い者ですよ。内定者なのに SP がつく違和感、税金の無駄、すべてがうさんくさい、でしょうね。 もう皇室というものは消え去るかも。実際、男性は二人だし、自然消滅していくしかない運命。小室親子が関わるなら、それで良いと思う。マコ様のわがままが、引き金なのだから、責任を取るべき。箔をつけるための活動、無駄、いつまでも粘ってないで、早く決着つけてください。マコイスり、内縁継続。 代々反対決勢改正早く功績離脱してください。一応在籍してるから見かけるとかは、ばらつきがありそう。論文とかも怪しい限り、金銭対釈釈明文書がお粗末なのに書けるわけない。誰流し税金は、アメリカでまだまだ膨らみそう。小室母の遺族年金不正受給問題について調査。立件を求めるサイトが立ち上がってますね。住所は入れなくてよいので、簡単でした。K が 正式な婚約者ではない旨伝えていただいたことは、喜ばしい。コムの SP は、秋生塚の差し金でしょうが分かってはいるが腹立たしい。小室氏が向こうに行った当初は、フォーダム卒で、ニューヨークで弁護士されてる日本人の方が、ワイドショーで話されたり、小室氏が特別待遇の奨学金支給されたのは、信じられないとおっしゃっていた。フォーダムに、 数人の日本人が在籍していると報じられたりとありましたが、そういうところから情報が漏れ伝わってこないのは観光令が敷かれているのかもしれませんね。本当に単位が足りていての卒業なのそれとも幽霊学生小室問題の解決は、破断ではなく、秋篠宮家ハイミヤ、一家揃って公室追放。ただし、新皇の都宮愛子様を尊敬してる。僕は、 愛子天皇の摂生になる発言が事実なら、天皇家で引き取って養育、愛子天皇を支える男性皇族になっていただきたい。秋篠宮家で、唯一、天皇の落ち筋かもしれないし、いい加減にしてほしいですよね。なぜ、こんな人間と接点を持ってしまったのか大体お育ちされる中で、世の中の最低限のルール、および、 世間の常識範囲内のことはいくら、皇室通知の人であろうと学びを得ていなければ、世界の状況か変化で、どんな立場にさらされるか知れないのだから、他国の王族は、現状を把握した上で、子供たちの生活基盤を作り上げているでしょう。日本の皇室との意味合いに、相違があれと、生活というものは、いつも、立場にの相違に基づいて、様々な人間模様が繰り広げられるものです。 自分の立ち位置を考慮しながら、過ちの方向性だけは避けられるよう、知恵と勇気判断力は必要ですよ。30歳にもなられて、少女のようなご気持ちでは、